頑張って演じているのに評価されない人たちは、次の3つのことが抜けています。どうも、声優志望の子たちに演技の基礎を教えています、演技講師の日向翔吾です。はい、早速今日もやっていこうと思います。今日はですね、これをしていないと頑張っていても演技が下手と言われてしまうということについて話していこうと思います。今回話すこれが抜けていることによって、本人としてはすごく一生懸命演技の勉強もしてるし、家でも自主練頑張ってるんですけれども、演技が間違った方向に行ってしまう人すごくたくさんいます。これを養成所などでやってしまうと、1年間ものすごい頑張って査定に臨んだのに所属できないんですよ。なので自分としては演技を頑張っているのに、養成所の先生などに自分はあまり評価されていないんじゃないかと感じる人は、これから演じるときに今回お話しすることを念頭に置いてレッスンに臨んでください。このチャンネルはですね、本気でプロの声優を目指している子に向けた動画を配信しています。なので言葉は悪いですけど、なんとなく慣れたらいいなという人にとっては正直面白くない内容になってますので、ブラウザバックしていただいて大丈夫です。でも本気でプロの声優になりたい、誰にも負けたくない、絶対所属してやる、声優として仕事をし続けてやるっていう強い思いがある方は最後まで頑張ってみていってください。はい、本題に入っていこうと思います。じゃあ頑張って演じているのに評価されない人たちは何が抜けているのかなんですけれども、次の3つのことが抜けています。まず1つ目、作品の中のテーマやメッセージを把握していない。2つ目、自分の演じる役の役割を理解していない。3つ目、各セクションごとでどう振る舞うべきかを理解していない。この3つが抜けていることによって、あなたの演技は頑張っているのにもかかわらず評価されない、下手と言われてしまう理由になっています。ではここから詳しく解説していこうと思います。ここからが重要ですので、本気の人は最後までちゃんとついていってください。1つ目の作品のテーマやメッセージを把握していないですけれども、作品には必ずテーマやメッセージもしくはターゲットが必ずいます。これを意識せずに自分が演じる役だけを考えてしまうと、作品全体の調和が取れないんですね。例えば同じ曲調をクラシック風にみんなで演奏しなきゃいけないとした時に、一人だけジャズやロックの演奏の仕方をしてしまうようなものです。一人だけ空気が読めないっていう状態が起きてるんですね。そうすると作品としてのまとまりがなくなりますよね。あなたの役個人、あなたの役だけを見たら全然成立してると思うんですよ。でも作品は一人でやるものではなく全員で作り上げるものです。とはいえ自分の役を掘り下げるのは一人で頑張らなきゃいけないんですよ。でも頑張る方向を間違えちゃダメなんです。でその頑張る方向を間違えないようにするために必要になってくるのが、作品のテーマやメッセージないしターゲット、つまりどんな視聴者さんに向けて発信しているのかということを意識すると、大きく外すということがなくなってきます。進撃の巨人のようなシリアスな作風の中で一人だけゆるキャンみたいなテイストで演技してたらおかしいじゃないですか。これはすごく大げさな例なんですけども、はっきりテーマとかメッセージ、ターゲットを認識していないと微妙なズレがあるんですよ。その微妙なズレが不協和音を生んで心地よくないなっていう印象を与えてしまうんですね。まあ、養成所のレッスンであれば講師の先生にそういう印象を与えてしまうんです。だからまずはテーマやメッセージないしはターゲットが誰なのかなっていうのを意識しましょう。2つ目の解説なんですけれども、作中においていい作品であればあるほど無駄な役っていうのは一つも存在しないんです。どんなに小さい役にも意味があります。登場する意味もあれば、このシーンに登場しない意味もあります。セリフを喋る意味もあれば、ずっと黙っている意味も存在するんですよ。何らかの役割を背負って作中に存在してるんです。それを意識して演じていないとキャラとして立たないんですよ。作品全体を把握せずに自分の演じる役だけを一生懸命やって、自分はこの演じ方が素晴らしいと思っていてもキャラとして立たないんですよ。他の人と被るような演技をしちゃダメなんですよ、っていうかちゃんと作られた作品であればキャラが被るなんてことは絶対にないんですよ。双子キャラであっても被りません。最初はセット売りっていう形で見せていくんですけども、絶対に双子キャラがいた場合、話数が進んでいったら兄なら兄、弟なら弟の個別のエピソードがあったりして、その差を表現するようなお話が絶対に出てきます。声優の養成所などでみんなで一緒に演技をするとき、あれこの人と私なんかキャラクター被ってないと思ったら、どちらかが必ず間違ってます。役には必ずそのキャラが存在しなきゃいけない理由、他のキャラクターじゃダメな理由が存在します。
それを見つけ出してください。そうするだけであなたの演技の評価はぐっと上がります。三つ目なんですけれども、これができていない人が結構多いんですよ。自分の演じるキャラクターが各セクションごとでどう振る舞うべきかを理解していないっていう人本当多いです。このセクションってのは何なのかっていうと、いろんな考え方があるんですけども、例えば有名なのが起承転結、どういう人たちがいて、その人たちがどういう方向に向かっていって、どういう転機を迎えて、どういう結末を迎えるかみたいな考え方ですね。三幕構成とかいろいろ言ったりするものはあるんですけれども、とりあえずちょっとそこは難しくなっちゃうので、要所要所でやるべきことが役ごとに決まっているぞっていうことを覚えておいてもらえればいいと思います。起承転結あたりが分かりやすいですかね。登場シーンではどういう印象を与えなきゃいけないのか、でその登場シーンで最初に与えた印象を持って、そのキャラクターはどういう方向に向かっていって、で大きな出来事が起きたことによってどういう変化が生じて、最終的にその子はどうなったのか、ここのポイントをそれぞれ意識していないとキャラとしてぼやけちゃうんですよ。よくやりがちなのが、キャラを作って頭からケツまで同じキャラでやっていこうとし続けちゃう人多いんですよ。熱血キャラだったら終始熱血だけでいるとか、クールキャラでいるんだったら終始クールだけでいるとかって言ってもちょっとよくわかんないかもしれないんですけども、人が物語を見る理由って変わっていく様を見たいから物語を見ていくんですよ。どういうふうに成長していくのかっていうのを見ていきたいんですよ。成長せずにずっと変わらずに、何も成長せずに熱血なら熱血、クールならクールのまま、頭からケツまで行ってはダメなんですよ。ベースとしては残ってるんですよ。熱血キャラの人が最初にいて、その人がどういう方向に向かって成長していって、どういう大きな転機を迎えたことによって最終的にどうなっていくのか。だから言い換えると、各セクションごとにキャラの個性とは別に、お客さんにその人をどう思ってもらいたいかっていうのを意識しないとダメなんです。例えば起承転結の木だったら、あ、熱血キャラが出てきたな、暑苦しいなって思わせる。でその次のショーで、努力しているシーンを見せて、ああこういうストイックな人間なんだな、頑張ってるな、偉いなって思わせる。でその人が大きな大会の直前で怪我をしてしまったことによって不運と向き合って苦悩するっていうシーンを見せて、ああなんか脳筋な熱血キャラであっても苦しんだり悩んだりするんだな、かわいそうだな、辛そうだなって思わせるとか、で最終的にその怪我を乗り越えて大会に臨んでいく様に、奮起する様に、あ、かっこいいなこの人って思わせたりのか、こういうふうにキャラクターの性質は別に各セクションごとでお客さんに与えたい印象っていうものが存在するんです。当然シーンとしての印象もありますよ。このシーンは全体として何を見せたい、このシーンは全体として何を見せたいっていうのがありますけど、その中の自分はこういうふうに見せると魅力的だよねっていうのを意識して演じると、あなたの芝居のレベルはぐっと上がります。はい、っていうふうに話していったんですけれども、正直難しい内容で、演技のね、勉強を始めたことがないという人にはちょっと難しいのかなと思います。でもいつか絶対ぶつかる壁なんですよ。今は分からなくてもいいから、頭の片隅にこの話を入れておいてください。そうするとある日演技をしてて壁にぶつかった、成長してない、評価されないっていう時に、今回の動画を思い出してもらえたら今ぶつかってる壁の突破口になると思います。これを意識していないで、なんかこう憑依で演じたとか、感情の赴くままに演じたって言っても、十中八九自分勝手で適当な演技になってしまうんですよ。それは人様に見せるものではないです。プロとしてお金をいただいて演技をするのであれば、作品をちゃんと理解して、キャラクターをちゃんと理解して、どうしたらお客さんや視聴者さんがこの作品を見た時に、ああいい作品だな、見てよかったなって思っていただけるかを全身全霊をかけて考えなきゃダメなんですよ。ただお金を払って養成所や専門学校に通っていくと、お金と時間だけを無駄にしていってしまいます。ちゃんと自分の頭で考えて、どうしたらいいのか、どうすべきなのかを常に頭の中に置いて行動してもらえたらなと思います。この動画で勉強して、皆さんも素敵なプロの声優になっていってください。はい、最後に告知があります。僕日向翔吾の LINE 公式アカウントというのがあります。そちらはですね、各週月曜日に LINE 限定のトレーニング動画を配信しています。YouTube の動画だけじゃ足りないと思っている人いましたら、無料ですので友達登録よろしくお願いします。詳しくは動画の詳細欄または概要欄をご覧ください。以上、日向の教室の日向でした。じゃあ。